はい、こんにちは。りょうです。本日の映画感想は、アナベル資料博物館。2019年公開です。現代がね、アナベル、カミングホーム。106分、ホラー映画です。アナベルシリーズのね、まあ、何作目になるかはちょっとね、わからないんですけども、自分もね、アナベルシリーズ、この時系列には見てなくて、結構バラバラに見てるんでね、まあ、そこら辺は皆さん調べて、映画を見て、見てください。はい、監督がね、ゲイリー・ドーベルマン。キャストがね、マッケンナ・グレイス、マディソン・イズマン、ケイティ・サリフ、まあ他なんですけれども、まあ、アナベルシリーズでね、このアナベルのあの人形が、こう、襲いかかってくるっていう映画なんですけれども、まあね、家にこう、アナベルを、保管していてね、それをね、あげちゃって、アナベルが出てきてって、襲われるっていう、まあ映画なんですけれども、ホラー映画。まあね、自分はホラー耐性が 結構あるんで、別にびっくりもしないんですけれども、まあそこそこね、まあ、そこそこかわからないですけども、まあ、人によっちゃ変わりますけれども、まあ、脅かし要素は、多少あります。で、まあね、この映画ね、3人の、少女っていうか、まあ、出てくるんですけれども、女の子たちが。まあ、そのね、演技にもまた、注目したいところで。まあ、106分なんでね、まあ、そこまで、まあ、長くはない、まあ、普通の映画なんですけれども、結構ね、ストーリー的には、こう、トントントンとね、順調に進んでいく映画です。まあ、ただね、ちょっと思うのが、まあ、最後っていうか、まあ、あっけないなっていう終わり方っていうか、この最後の盛り上がりっていうのが、こう、いまいち、なかったかなっていう感じでしたね。まあ、ホラー映画としてのね、この、なんか、まあ、ホラー、まあ、いろんな幽霊とか、まあ、出てくるんですけども、まあ、幽霊のね、強さ的には、なんか、まあ、最初のね、まあ、アナベルの方が面白かったかなっていう印象がありますけれども。まあ、でもね、アナベルシリーズの映画としてね、まあ、やっぱりこの、いう感じですかね。まあ、あんまり怖くはないんで、あれね、まあ、ホラーが苦手な人でも、まあ、多少びっくりはするけど見れるかなっていうような感じの映画でしたね。まあ、ドキドキ感とかね、そういうのは、まあ、あんまりいなかったかなっていう、自分の中でね。まあ別に、まあ普通かなっていう、まあストーリー的にまあ見ていけば、まあまあまあそうなるだろうなっていう、まあ映画だったと思います。まあやっぱりね、アナベル見てて思ったんですけれども、やっぱホラー映画っていいなっていう思いましたね。いろいろね、このストーリー的にも、ちょっとハラハラドキドキみたいなね、そういう、ちょっと、心拍数が上がるような映画、なんでね、良かったと思います。やっぱね、ホラー映画ね、主演がすごい大事だと思うんですよね。主演の演技がやっぱホラーっていうのは、そこでね、なんか変な演技しちゃうとなんかこう、まあ、ホラーとして冷めちゃうし、っていうようなね、あるんですけれども、やっぱり、新人の頃にね、ホラー映画出るっていうのはね、結構いいんじゃないかなって思いますね。この演技力とか、そういうのがいろいろ学べて、まあね、あれとかね、アニャテイラ・ジョイとかもね、まあホラー映画で、ウィッチとかで、ね、出て、絶叫の女王とか呼ばれてたりしますけれども、まあそこでね、演技をね、身につけ、まあいろんなね、映画にも、こう結びつけるんじゃないのかなと思いましたね。だからこのね、3人の女の子たちの演技にもまた注目したいところです。はい、というような感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。これもね、いろんなところで配信されておりますのでね、ぜひアナベルシリーズ、通して見てみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。